皆さんこんにちは、サプルです。今日はコストコでリピートしている商品の食品編をご紹介したいと思います。今回は食品についてお話をしたいと思うんですけれども、次の機会に日用品、雑貨などについてもご紹介をしたいなというふうに思います。我が家はコストコの会員になってもうすでに数年が経過していますけれども、その中でもうこちらはかなりリピートをしているなという商品について今日は紹介していきます。で、まずですね、冷蔵品からご紹介をしていきたいと思うんですけれども、まず、一つ目がですね、こちら来るかな、後でちょっと拡大しておきたいと思いますけれども、こちらはコストコで売っているメキシコ産のアスパラガスです。このアスパラガスはすごくですね、一本一本が太くて、かつ、海外品というところもあると思うんですけれども、非常にお安い値段で売られています。これ見ていただきたいんですけれども、さっき少し開けてあるんですが、1本がですね、こんな太いんです。すごくないですか。大体まあ太さはちょっとばらつきはあるんですけれども、こういう太いアスパラガスが10本ぐらい入ったパックになっています。最初海外産だとなんか味とか違うのかなと思ってたんですけど、とっても柔らかくてですね、美味しいアスパラガスなので、とても、我が家では重宝して、何かと料理に使ったり、あとですね、アスパラガスの美味しい茹で方っていうのがあって、これ何かのホームページで拝見したんですけれども、もうちょっと見つけられれば後でリンクを貼っておこうと思うんですけれども、お湯を沸かしてその中に少しオリーブオイルを入れて茹でるっていう茹で方をすると、めちゃくちゃ美味しく食べられるので、普通のアスパラガスでもできると思うんですけど、こういう太いアスパラガスをいただくときにはすごくおすすめの方法です。まずは1つ目、メキシコ産のアスパラガスです。では冷蔵品の2つ目、こちらのスモークドソーセージという商品です。こちらはですね、無塩石のソーセージになっていて、保存料、化学調味料不使用、発色剤、着色料不使用、保水剤、決着剤不使用、グルテンフリーというですね、健康的なソーセージというふうに思っています。ただ体にいいだけではなくて、とても味が美味しくて、何でしょう、お肉を食べているような感覚、なんかソーセージというよりはなんかお肉を食べているような、本当にただただ焼いて食べるだけで美味しいっていうソーセージです。もうこれも数回リピートしているんですけれども、特にうちの旦那さんが気に入ってこれが食べたいというのでリピートをし続けています。これとてもおすすめのソーセージです。今気づいたんですけど、アスパラ映ってないじゃん。ちょっと強引に立てかけましたけど、はい。それでは食品の3つ目はこちらのドレッシングです、コリアンサラダと書いてありますけれども、チョレギドレッシングですね、今ね、食べやすくて、特にうちの旦那さんがずっとリピートしていて、多分ですけど10回ぐらいは買っているんじゃないかなっていう感じですね。これが2本になったセットで売られています。これをサラダにかけて食べると簡単にチョレギサラダができるっていうものなので、うちの旦那さんもサラダも何でもこれをかけて食べてるっていうぐらいこのドレッシングを愛用しています。またこの種類にはシーザードレッシングもあって、それもですね、結構クリーミーで美味しくて、それもたまにリピートしているっていう形です。ではコストコのリピート商品の4つ目、こちらです。ほら、ちょっと位置ずれてる。はい、これは
インドの味というですね、カレールーカレーソースになります。これですね、こんな感じの瓶に入っていて、こちらは中辛味になります。これは本当に簡単にカレー、本格的なカレーが作れる、形になっていて、これも2個セットで売られています。これはスーパーとかで売ってることもあるんですけれども、それよりもだいぶ安い値段で買うことができます。このカレーとても美味しいんですけれども、うちでよくやるのは根菜とかですね、旬の野菜を炒めてこのカレールーを入れてさっと煮込んで、なんかビーガン系のカレーにしたりとかします。まあ、ご飯で食べても美味しいし、なんとかパンとかと一緒に食べてもすごく美味しい本格的なインドカレー風のカレーが作れます。これですごく簡単で、このカレーソースを入れて、確かこの瓶の2杯分の水を入れて煮るだけっていう感じなんですね。なので計量の必要もないですし、忙しい時とかにはすごく便利なので、おすすめの商品になります。そろそろちょっと冷蔵品やばい感じがしますね。ちょっと気をつけてやりたいと思います。リピートしている商品の5つ目、こちらのもずくスープになります。今回コストコの商品って大きいんですよね。だからね、画角に入りきらないところありますね。あとでちょっとうまく調整しておこうと思いますが、もずくのスープですね。で、すごく美味しいんですよ。私もずくのスープは沖縄大好きなんで、沖縄に行くといつも買ってたんですけれども、いつもですね、空港で冷蔵品を買って結構思い思いをして買ってきてたんですけど、これに出会ってからは買わなくなりました。そのぐらい美味しいっていう感じですね。で、これ中にレトルトが入っていて、そのレトルトとあとネギのフリーズドライみたいなのも一緒に入っているので、それをお湯に溶かすだけで飲めるという商品になります。じゃじゃん、ちょっと開けますね。こんな感じのパックのものが、15個入っていて、これを 180cc の熱湯を注いで混ぜるだけです。で、これに加えて、フリーズドライのこんな感じで今見ますか、ね、こんな感じのネギも、ね、ネギのフリーズドライも入っているので、これも入れると一緒に食べますよっていう感じですね。何かと、沖縄の食材が好きっていうのもあるんですけど、さらに、沖縄料理なんか作った時一緒に飲むこともありますし、普通の食事の時に飲むっていうこともあります。これは今なんか欠かさないでリピートしている商品かなっていうふうに思います。1,2,3,4,5 ですね。はい、なので5つ話しました。じゃあ残りはあと2つ、ご説明したいと思います。では私たちがリピートをしている食品編ですね。はい、こちらの6つ目、浜屋さんのドリップコーヒーですね。はい、ドリップバッグコーヒーという名前になってますけども、こちらをリピートしています。でこちらは浜屋さんという大阪のコーヒー屋さんだったと思うんですけれども、
美味しいコーヒーのエリパックになります。以前に私確か明治屋さんくらいかなドリップコーヒーで飲んだことがあって美味しいなと思ってたんですけど、なんかそれがたまたまコストコでも手に入る、もしかして味が違うかもしれないんですけどもということで、今買って飲んでいます。でこれはですね、うちの主人が毎朝コーヒーを飲むときにこれを飲んでいてリピートしています。比較的あっさりした味のするコーヒーで飲み口がいいという感じのものになっています。これ確かですね1000円ぐらいなんですよ。なのですごく、ね、コスパも良くて、うちでは愛用して、飲んでいます。はい、これもとてもおすすめです。それでは7つ目の商品についてご紹介したいと思います。はい、こちらプロポリスののど飴です。これですね、今の時期というよりは結構冬の時期に我が家では常備してるんですけれども、喉が意外がするなとかちょっと風邪をひきそうだなっていう時にこれを予防的に舐めると、結構初期であれば、あくまでこれ個人的な感想ですけど、私とうちの主人は喉のイガイガみたいなのが治ったりとか、風邪の引き始めにちょっと意識的に舐めたりとかっていうことをすることで少し効果を得てるような気がします。でこちらは UMF10 プラスっていうマヌカハニーの含有量があるようで、少しまあそういった効果もあるのかなという感じです。これだいたい冬で1袋以上消費するっていう形なので、まあ、のど飴としていつも常備しているっていう感じですね。これも味もですね、そんなに癖もなくてちょっとこうハーブっぽい味がするんですけれども、食べやすい、まあ、舐めやすい商品かなっていうふうに思います。中身なんですけど、中身はこんな感じの小層の飴になっていて、こんな感じ、ちょっと大きめかな、まあ、大きめではありますけど、すごくね部分にいい感じがします。これ結構ねおすすめです。でここまで商品についてご紹介をしてきたんですけれども、それ以外ですね、今日こちらにはないんですけれども、他にもリピートしている商品があって、それをいくつかご紹介させていただきます。一つはハイローラーですね。これはサンドイッチ、ロール型のサンドイッチなんですけれども、トマトとレタスとチーズ、ベーコンが入った美味しいサンドイッチっていう感じなんですけれども、これはよくですね、休日のお昼用だったり、私のお昼用的に買うっていうことは多いです。ハイローラーはよくリピートしています。それ以外に中華ちまきも美味しいです。これも食べきれないものに関しては冷凍して私のお昼として食べるんですけれども、とってもこうムチムチしてて美味しい中華ちまきなので、これもおすすめです。今日はコストコのリピート商品食品編7つをご紹介させていただきました。こちらは我が家がもう数年リピートしているもの、まあソーセージなんか最近リピートしているものではありますけれども、かなりこうずっとリピートしているものですので、もしこの中で興味があるものがあれば、コストコで購入をする際の参考になれば幸いです。はい、もうコストコって本当楽しいので、我が家も月に 1,2 回行くので、またコストコの購入品の動画も作りたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー。